測定データ入力。測定データ入力画面は最初に選んだ帳票タイプによって違いがあります。今回は台数管理 ② を例に取りたいと思います。台数管理 ② はトラックの台数と計測日を測定管理する帳票タイプです。まず出荷した総重量を入力してください。次に1台あたりの積載量を入力します。エンターボタンを押すと下の方に設定イメージが出てきます。設定とクリックします。まず月日は一つに日付を入力すると全てに同じ日付が入ります。次に温度を入力していきます。入力すると右側にグラフが出てきます。グラフを見ながら数値を入力することができます。入力しました。印字選択。ここでは印字させたい温度を選択することができます。規格値出力設定。規格値の上限値と下限値はこちらで出力します。